エジプト哲学は1は全てであり、全ては1であることを大前提として、全体の一体性の原理が全ての部分の総和を全体として包含するように、古代エジプト人にとって空は人であり、人は空であり、人は全て合わせて空であり、空はただ一人の人であると理解することができるのである。その意味で宇宙を生きたコスモスとして理解することであり、生きた存在として、それゆえ複雑で多様な相互作用に満ちた、つまり本質的に異質なものとして理解することなのである。エジプトの世界観や宇宙観では、聖なる領域と俗なる領域の間に実質的な違いはなく、あらゆる行為はそれがどんなに平凡なものであっても神の活動の領域におけるその地上の表現であると考えられていたのである。あらゆる行為が、行った行為そのものが神となるという意識を通して行われるような形で、地上のあらゆるものが同時に神となることを意味しているのである。この前提のもと、古代エジプト人は、人間は宇宙のモデルであり、従って自分自身を知ることは宇宙を知ることでもあると理解したのである。彼らは全ての科学もまた全体を形成しており、同様に専門分野である天文学、医学、数学、芸術なども統一体としてのその全体の一部であり、従って別々に扱うことはできないことを理解していたのである。このような観点から見ると、芸術、科学、宗教が密接に結びついていたことが理解できる。このような考えから、古代エジプト人は宇宙を偉大な神による意識的な創造行為として即え、その神はそのままではなく、その機能や属性を通して表現された。ヒエログリフのネテルは神と訳されているが、神そのものではなく、宇宙の機能、すなわち生きている宇宙の中で様々な形で顕現する神の機能として理解されるべきものである。このように、人が神に似せて作られたのであれば、人は全ての被造物の姿を表していることになる。このように、古代エジプトの宇宙論、宇宙開発論は、形而上学的な性格を持つ概念を表現する手段として、神話やシンボルによって表現されるようになったのである。したがって、神話は知識の伝達の要素、すなわちドラマ化行為となり、そこでは、宇宙の法則がそうであるように、相反するものとしての悲劇と幸運が全体の一部として修練するのである。なぜなら、古代エジプトにおける神話は、それが明らかにされた瞬間にのみ深い意味を持ち、まさにその瞬間に科学的、哲学的な知識へと変化するからである。記号は、現実を表象し、その表象に基づいて知識を構築するための理想的な媒体として機能することになる。したがって、現実とは、現実ではなく、現実の表象である。例えば、墓に描かれた種まきと刈り取りの場面は、地上での種まきと刈り取りという行為ではなく、まいたものは刈り取る、という精神性を超越したメッセージを持つ一般的な行為として解釈されたのであろう。しかし、古代エジプト人にとって、人間とはどのような概念だったのでしょうか。この神話は、創造主アトゥム、ラーが最初の子供であるシュート・テフヌートをカオスの水から救い出した時の喜びの涙から人類が誕生したというもので、この神の行為を通じて人間の存在が肯定的な性格を持っていることを示す。創造神話の他の説では、人間の誕生は創造主の集大成であり、全ての創造はこれで終わると考えられている。こうして創造主は、他の神や悪魔、様々な存在を創造した後、粘土を使って、メンフィスの町の偉大な神、パスの助けを借りて、人間に命の息を吹き込む。その後、ケミ、エジプトであるが作られ、動物や植物、ナイル川ができ、新しい存在は果樹園に住むようになった。そして、混沌の力を封じ込めるために、人間に王権と政治を与え、自分自身を頂点とする人類最初の組織を出現させる。古代エジプトでは、ファラオは神そのものの化身だったのである。人間は神や自然霊として創造されたわけではなく、地上の存在であるため、目に見えないものに働きかける能力はない。しかし、神々との対話を通じて目に見えないものに触れることができ、地上の次元と神の次元という2つの次元を仲介する能力を得ることができるのである。
人間は創造主によって考案されたプロジェクトですが、完全な自律性を持っています。彼らは2つの世界のコネクターであり、そのため神々からもアイデンティティと自由を持っています。重要なのは、自分の闇の部分をいかにコントロールするか、混沌と秩序の力に誘惑されないかを知ることにあります。死者の書第17章では、彼が日の中に出ていくことを可能にする個人の主な反応の一つとして、アイデンティティとしての人間が死という現象の後にも残るということが挙げられている。死は人間にとって人生の転機であり、決定的な終わりではない。したがって、死は地上の人間にも根本的な影響を与える。なぜなら、地上の行動の大部分は目に見えない存在に影響を与えるからだ。古代エジプト人は存在を細分化しない人々だった。生と死は同じシナリオの一部であり、一方は他方の直接的な延長線上で機能していた。死は単に生の死ではなく、霊的にも肉体的にも新しく永遠に続く生の連続であった。エジプトの死の哲学は個人を2つの側面から分析することで理解することができる。ビリエ、不滅の工事の魂、心の双子、すべての人間のコピー。魂が生者の世界に介入するための造形力である。K.A. 死者のエーテル的性格の二重気質、生きていて活動的、生前の地上の身体の役割を死後に果たす死後の生命の基礎。カは怪力またはシャドウと対立し、死後の存在の第二化合物であり、幽霊の装いで分解して現れる一連の要素めき欲望、情熱、悪徳、欠点によって特徴付けられる。エンバーミングは地上の身体を保存して蚊の住処とするためのものであった。すべてのエジプトの生活と哲学は蒸気のような基本的な概念に基づいていた。 BA と KA は死後の個体を構成する切っても切れない双子の成分である。肉体全体をカットと呼んでいた。これらのことは古代エジプト人にとって生きることを学び、死ぬことを学ぶという一つの大前提に集約される。エジプトにおける哲学は道徳哲学でもあります。エジプトでは哲学は一連の教義の実践的な適用として理解されており、それは純粋さの達成を意味し、それによって卓越した政治、宗教、科学、芸術活動の発展を可能にするものであった。エジプトの道徳はたとえ奴隷であっても冒涜、偽り、盗み、裏切り、暴動や騒動の扇動、残酷な扱いを禁じている。また酩酊、怠惰、軽率な好奇心、闇、隣人への虐待、妊娠中絶、王や両親の悪口なども禁じられている。悪とされるこれらの行為を禁止する一方で、善行に関する様々な戒律があり、その中でも神への適切な供え物、飢えを満たすこと、裸でいること、その他の善行に関する戒律が際立っている。このような道徳的な処方の根拠となるものとして、エジプト人は魂の不滅と死後の神の裁きを認め、生前の行為に応じた報酬や罰則を与えた。なぜなら肉体が腐敗したり死んだりすると、魂は誕生や転生によって次々と他の肉体に移っていくと彼らは断言していたからだ。その意味で家庭における父親の道徳的権威は帝国におけるファラオの道徳的権威の反映であり、ファラオはその精神的進化と知識ゆえに神の法または秩序を象徴しているのである。エジプト人は夫婦の結びつきが社会の基盤に不可欠であり、愛と理解と相互扶助に基づく人間の幸福をもたらすものであると考えた。慈善事業とは社会が神々に感謝することである。財を持つことは神からの授かりものであり、分け与えることは神への感謝の表現であると理解していたのです。ファラオから下っ端の従業員まで、全ての人が自分の両親の前、上司の前、部下の前で自分の行動に責任を持たなければ成功しない道徳や正義感に依頼ていたのである。エジプト人にとって正義は神から発せられたものであり、ノンの間では法と訳され、特に聖なるものを前にして個人の積極的な責任を要求するものである。その他の歴史ビデオについてはビデオの説明で私のチャンネルをご覧ください。
次の動画古代ギリシャの哲学。